最高裁の、第一小法廷民事事件係調停事務室の神原書記官と、小高、いや違う、高尾、書記官という、高尾純一書記官だというふうにお話は聞いてるんですが、そういうと、やっぱり高橋博美っていう書記官は、これは、除籍はできないかなっていうところもあります。三井に請求をかけるんでね。三井住友海上に請求をかけて払わせるっていうふうにしないと、1円も払ってないから。ですからお金を回収するという、国土交通省は全面回収になるでしょうけどね、三井に入ってって。そして、損保ジャパンも、全然払ってないから。少額しか払ってないのね。大した怪我じゃないっていうふうにしようとしてんだけど、だったら今井陽子、今井玲子に事業系の資金がいっぱい出てること、桜井純一が今井陽子と夫婦になって、児玉桜井保育幼稚園と金谷保育所、これが、設立されているから、その資金は一体どっから出てるのか。私の後遺障害金が損保ジャパンが事業系に金を払っていたという事件です。しかも、桜井純一という役員が今井陽子を嫁にもらって、もしくは今井玲子を嫁にもらって、こいつらの、保母さんなんで、保育士なんで、自分の夢を叶えるために私の足の後遺障害金を窃盗横領して事業系に使い込んだと。怪我の手術代です。この足の怪我の手術代を今井陽子、今井玲子って話したこともない、60過ぎのばあさんが、私の後遺障害金を自分の事業系の、お金に使い込みをした事件です。聞いてください。調停事務室事件係民事の、神原書記官いらっしゃいますか？するという形にはなるので、その
第一小法廷の、高橋博美男性ですよね。はい、はい、奥様じゃないですよね。高橋博美書記官の方をお願いいたします。そちらの広川、ゆき子さんということは方はどうやら平野恵子関係者でありかつ、堀口ゆき子さんという一番最初の段階で堀口康と堀口ゆき子っていうのが、老人誌上がりの漫画家で、どうやら私の後遺障害金を、その鬼滅の刃とかワンピースとか、それからもう一つの東京リベンジャーズっていうなんかアニメの映画に金を流し込んだという実態がありまして、私の損害金なので認知症だの反毛だのつけられたのは、そういうお金が KDDI グループからお金がどうやら、そういうあの事業系に金が流れていってると。そもそも、自賠者はあの怪我以外のお金は出金できませんから、事業系っていうのはね、三井は別ですが、まあ、だから、私はそのいとこっていうのは今井陽子、今井玲子話したことないんですよ、全然ね。だから交通事故時も全くコンタクトがないから、たとえそのいとこが示談交渉して金もらっても私の足の手術代には1円も渡っておりません。だから任意保険は1円もお金を私に払ってないんですよ。今井陽子、今井玲子は、無関係人っていうよりも相続利害関係人なんですね。私の父親の石塚隆の、530万の遺族年金が、未だに行方不明なんですよ。分かってるのはその妹の石塚千秋という私の父親の違うあの伏瀬千秋という女がいるんですが、その女が、ホンダの赤い車を乗用車を買ったと。でも530万は使い切ってないだろうと。で母親の入院費はたった30万以下だったということで、すぐ亡くなっちゃったもんですからね、がんで。だから、そのお金のその相続利害関係人の今井陽子、今井玲子、それから石塚千秋、伏瀬千秋本人も相続の、関係人全員ですので、私のその親族で交渉できないんですね。まあ、ですから、それは、相続利害関係人ですので、全てを遡って無効。で私は、保険法第、2条4項 E の、あの私本人茂木直子なんですが、もともとフライデーと女性自身の記者ですから、掘り起こす事件を掘り起こすのは得意ですから、ただものすごい人数がいっぱいいるもんですから、闘魂の数も、250万以上私がかけて闘魂取ってますよ。でたくさんあると414棟のこの不動産物件はどうやらその堀口グループが、私がそのグロビアっていう雑誌をやってたもんですから、アニメのね、ですが、私は編集者であり、やってる内容は全然アニメと関係のない、ウーロン茶だのアイスクリームだの、なんかのそのスポーツのコラムとか、着衣装の取材とか全く関係ないんですね。中森明菜ちゃんの取材とか全く関係ないところなので、だから、その通話、まあ、つてでその堀口由紀子康氏が森直子さんこの人ですよって偽証したんではないかと。なんでその夫婦が入ってきてるのかと。でなんでその夫婦が、同人誌のそのアニメの、映画作成費用がお金が捻出できたのかと、はっきり申し上げてアニメでヒットするってのはないです、ないです。私はその雑誌の関係でやってますから分かります。唯一ヒットあるのはドラえもんとアンパンマンだけですから、
子供たちに人気があるっていうのはね、親と子供が引っ張ってって、まあ商業ベースに乗れるっていうのはその2本だけなんです。だから鬼滅だの東京リベンジャーワンピースなんてのはあれは高校生以上の対象ですから、ごくコアな人間なんでヒットはありえません。だ3本も立て続けに出ているっていうことは、私の後遺障害菌は堀口グループが偽証したたくさんの偽物の模擬ランコに対して金が与えられていたと。一応そういう漫画家の友人がいるって言ってでっち上げをしてたというだけです。その示談交渉をしていたのは、損保ジャパンの弁護士であり、もともと三井の弁護士だった原田康文、こいつが、その、漫画家の何らかの関係がある人間のようです。堀口康と原田康は同一人物かもしれません。まあ、そういう事件になってますので、私は三井に請求をかけます。三井住友海上にね、なぜなら、寄せばいいのにソフトバンクは今井陽子、今井玲子を抱えたんですね。だから自賠者に請求をかける前にその自賠者の連中が作業をやってるから、請求は三井住友海上によって解消させないといけないんですね。ですから被告選定が変わります。あと、そちら の, その広川由紀子さんは関係者と思われます、平野恵子のね、ですから除籍をかけます。三浦さんもそうです。それから船山義弘さんもそうです。あの第一にその訴訟が戻ってますので、第一に戻したものを返してくださいねっていうのを、私が申し立てております。私の訴訟は一貫して右側は室外骨粉砕骨折の右斜め方向です。転んだぐらいじゃ右斜めになりませんから。当時も60キロ体重がありますし、だからその、強靭な靭帯が全身を支えますから、右斜めに行ったらそもそも歩けません、ぐにゃぐにゃってなっちゃって、ですから、まあ、当時は車椅子で、そしてその骨折を、手術先生するんですかって言ったら、それは顔の骨折ばっかりを言っていたと。なんでですかと、その目の位置をずらすって失明しないんですかと。いや、あなたその顔を言ってすごい顔してたもんですから、片っぽ大岩さんみたいな感じになってたんで、一生その顔もいいのっていう脅しがありましたけど、顔にメス入れたらそれメスコーンというか手術コーン残りますよね、残りますと。で、失明の可能性はありますか、ありますと。いや、嫌ですと。腫れが引くまで、しませんと。先生、足をと、足が動かないっていうふうに言ったら、あ、まあその骨折してるからじゃないと、そっちよりも顔ねって、あの、こっちのその、足の件は早く手術してくれっていうものと、医者の側の顔の手術だけなんでですかって言ったら、三井住友海上青木明が事故後すぐ来て、上半身だけの後遺症と上半身だけの治療にしてくださいと、下半身は何もしないでくださいと。なんでだろうなと思ったら、19年の私の骨折歴を知ってたんで、その病歴からね、医療紹介等を最初にかけてたんでしょうね、きっとね。だから、前の骨折があるから、下半身は一切治療しないって言って放置された事件なんです。でも足が不自由なのが一番不自由なんですよ。杖歩行と今キャリー歩行って、あの重たい書状を家に置いとくと窃盗されちゃうので、ガラガラ持ち歩いてます。まあ右手だけですね、左手はねじれて骨折したんで、まあ、そういう不自由な生活をしており、私にその足の腱が一切補填も治療もなされてない、それから医者料も払われてない、そして任意保険は一切金が払われてない。払ったのは、三井の弁護士だった原田が損保ジャパンの弁護士に平成30年に繋がった後1000万以下の判決だから、医者料が全然、交渉の診断の、後遺障害金が一切払われてないという事件なんです。2回も3回も交通事故を起こして、そして自転車に保険をかけて次の交通事故を起こしてますから、三井住友海上の親族、今井陽子の親族、今井兼明が、今井兼明って、今井っていう名前もなかなか珍しいですが、今井兼明さんっていうのがどうやら今井陽子さんの遠い親族のようです。ですからその人間の、事故で、事実上控訴審が吹っ飛んでしまってますんで、今最高裁でその件も争ってます。そういう事件になっておりますので、審議の方は、
広川由紀子さんは堀口由紀子さんグループでしょうし、その関係者である人たちが、たくさんそちらの方に入っていって大使に私の訴訟を戻しちゃってるっていう実態もございますから、その戻した書記官は全て除籍です。三浦康道さんと船山義弘さんです。私の債権が吹っ飛ぶと誰が喜ぶか、おそらく三井住友海上かなと、払わないで済むって勘違いしてますけど、そうすると全部のお金が回収されますんで、まあ損保ジャパン一番痛いんでしょうけど、もっと痛いのは三井です。全然払ってないから、全く払ってないと、ゼロ円ですから、まあ、そういう事件になっているというところを、書面に書きますので、高橋博美書記官に惰性ですよね。そうですね、その方にその件